MT-15 は、ヤマハ発動機が海外のみで製造販売しているオートバイで、日本国内使用は2019年9月時点未販売である。太陽国の現地法人である、タイヤマハタイヤマハモーター CO、リミテッドが2018年12月インドネシアの現地法人である、インドネシアヤマハ PT、ヤマハインドネシアモーターマニュファクチャリングが2019年1月から、 製造販売が開始された。インドネシア仕様に関しては、フィリピンやベトナムにも輸出されている。海外向けに製造販売されているヤママハユースフ、R15 をベースにしたもので、メインフレームや可変バルブタイミング機構の MT-15 は、ジャカルタのスルタンホテルで2019年3月28日に開催された2019オートモティブアワードイベントで、 バイクオブザイヤーに選ばれました。ヤマハ発動機の MT シリーズとして R-15 のネイキッドモデル仙台の M スラーズの後継として開発され、2018年年末にはタイヤマハタイヤマハモーター CO e、リミテッド、翌1月からゼイバーの後継として、インドネシアヤマハ PT、ヤマハインドネシアモーターマニュファクチャリングでも製造販売が開始された。 先代のモデル M スラズは、太陽国での名称で、インドネシアでは、ゼイバー、フィリピンやベトナムでは、TFX150 という名称で販売されていた、ものが、MT-15 と、名称が統一された。MT-15 インド仕様は、インド現地法人のインドヤマハモーター、インディアヤマハモーター PVT リミテッドで2019年4月から製造販売しているオートバイで、 エンジン本体やフレーム設計は太陽国仕様やインドネシア仕様と同一なのだがフロントホークやスイングアームホイールサイズ等の足回りの違いにより車体バランス相違により全く別のもののフィーリングをもたらす外観に関してフロントホークを除けばかなり酷似した形状ではあるがコストを抑えた車体構成とともにリアホイールフェンダーや ABS が標準装備されている ヤマハ MT-15 ライペンガーガンバイクオブザイヤー 2019https コロンスラッシュスラッシュコモンズ .wikimedia.org スラッシュウィッスラッシュファイルヤマハ M スラズ 150JPG ハットヤマハ M スラズウェブオートバイタイで MT-15 発売ヤマハ発動機モデル研究所2018年11月27日バイク ヤマハの 150cc ネイキッド、ゼイバー、エムスラズ、150cc だけど、面白そう。ハット h t t p s コロンススララッシュ c o m m o n s w i k i m e d i a o r g スラッシュウィークスラッシュファイル、ヤマハエムスラズ150、JPG インドで、MT-15 発売ヤマハ、発動機モデル研究所、2019年3月30日。ありがとうございます。